モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。今日は金曜日なんで大賞発表です。その前に今週のノミネート作品紹介することにしましょう。はい、まずはね、今週節分だったっていうことで、まずこれかな。女性の方、陽子さん。節分、豆まきした家庭も多いと思います。うちの子供たちの初めての豆まきの話。上のお姉ちゃんが10ヶ月の時初めての節分がやってきて、まだハイハイだったんで普通の大豆を豆まいて拾い損ねてしまった分、間違って口に入れたらいけないからと殻付きの落花生で豆まきをすることにしたんです。お庭外福は内、お庭外福は内。ハイハイしている娘にニット帽をかぶせて、そのニット帽に鬼の面をテープで貼り付けて、鬼役は0歳の娘。お庭外福は内。そしたら落花生が近くに落ちてきて、ギャー泣き叫び、全速力のハイハイで逃げていく。それになんか楽しくなってきて、お庭外ふわーうち、お庭外ふわーギャー。もう可愛くって可愛くって、初めての子供ということもあって泣いてる様子も可愛い可愛いと、執拗にピーナッツを近づけてビデオで追い回しました。小さすぎて覚えていませんが、今でも毎年話題に上るピーナッツ恐怖事件。そして3年後、今度は息子が同じ10ヶ月の時、同じように鬼役になってもらって、鬼は外、ギャー全速力でハイハイで逃げていくんです。兄弟一緒やんと楽しくなって、同じように可愛い可愛いと必要に、鬼は外、ふわ、ギャー鬼は外、ふわ、ギャー。ビデオカメラで追い回しました。すごいですよね。珍しいパターンですよね。ねえ、鬼役をね、赤ちゃんにさせるなんて、ね、本当に珍しいと思います。さあ、それからね、これも良かったかな。女性の方、よしえさん。我が家のおもろい家族、二人娘がおりまして、まだ次女が生まれる前のこと、長女が一人でトイレができるようになった2歳の頃の話。夫は男兄弟で育ったせいか、なぜかトイレのドアを開けたまんま用を足すという妙な癖がありまして、何度注意しても長年の癖って治らないみたいで、そんな姿を長女もずっと見ていました。ある日、ずっと疑問に思っていたんでしょう、神妙な顔をして、ねえママ、どうして真央ちゃんは立っておしっこしちゃいけないの？まさかそんな質問されるとは思ってなかったんで、え？と絶句してしまいました。真央ちゃんも立っておしっこしたい。え？立っておしっこがしたいの？どう答えようか迷ってる隙に、立っておしっこしたい、立っておしっこしたい。そのひたむきとも切実とも取れる我が子の熱意に負けて、立っておしっこしてみる？やったー、本当に嬉しそうで、私は結末が分かってるがゆえに苦笑い。それから数時間後、ママ、おしっこ行ってきます。かわいい。今までになく相当楽しそう。トイレのドアも開けたまんま、ここまでパパの真似をしなくてもと思いつつ、これから起こる悲劇を見ていました。便器の蓋を思いっきり跳ね上げて、パンツを元気よく下ろし、なぜかお腹を突き出して、いざジョボ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 、みるみるおしっこは足元を濡らし、水たまりが広がっていきます。ママママママ、こんな結果になることは
予想していなかったんでしょう。おしっこ止められないし涙は出てくるし、ただママーママー、私は可愛いやら気の毒やら後ろからこういうことだよ、分かったと声をかけたら、振り返りながらうん立っておしっこしたいとは二度と言わなくなりました。あ、よかったよかった、学びましたね学びましたねさあそれからね、これもいきましょうか。女性の方、小学2年生のうちの娘の話。小学校であなたが生まれた時からこれまでのエピソードを親への聞き取り、あるいは両親に書いてもらってきてくださいという宿題が出て、プリントを見てみたら細かく名前の由来から0歳の頃の話、1歳から2歳、3歳から4歳、5歳から6歳、1年生、そして2年生、すごく細分化されてました。うわー大変だなと思いながらいろいろ思い出そうとしたんですが、我が家の娘本当に育てるのが大変で、0歳の頃から昼寝をしたことがほとんどなくって、とにかく寝ない子で、私は彼女が幼児の頃はゾンビ状態で子育てしてました。そして魔の2歳と呼ばれる頃からはすっごい自己主張で、まあ未だに私も未熟な親でやり合ってる毎日。さてレポートに0歳の頃昼間も起きてる、夜は夜泣きで一晩中泣いているということで本当に大変で、ほぼこの頃の娘の記憶はありませんと書いて、その後はようやく歩き始めて寝てくれるようになりましたが、2歳過ぎからは急に自分を強く主張するようになって、とにかく私の言うのと反対のことばっかりやってて大変でした、などなど大方大変でしたという内容のレポートが完成。一人っ子で女の子ということで、やや言葉遣いも大人びている娘、このレポートを見て一言で言って、子育ては大変っていうことだね、大体分かった、などと話をしておりました。夜も未だに枕を並べて寝かしつけ、一緒に寝ている私たち、横になってからも、あ昔は大変だったな、3時間ぐらいかかっても寝てくれなかったもんね、あの時もねこの時もねと、私が思い出話をしていると急に娘がと号泣しだしたんです。驚いて、どうしたの、急に具合でも悪くなった、頭痛いって聞いたら、ママごめんなさい、苦労ばっかりかけて。思いもよらない娘の涙にびっくりして、抱きしめて慰めて、そんなつもりで言ったんじゃないってと取りなして、自己主張も強く、こうと思ったらああ間違ったと思ってもなかなか後に引かないうちの子供、周りに流されず自分がいいと思うことをしっかりと保てる軸のある子ではあるんですが、親にもなびいてくれず個性が強い子です。未だに大変と思うことの多い子育てですが、これからも娘と一緒に成長していきたいと思います。素敵なお話ですね。もう一ついきましょう。こちら女性の方、沙織さん。我が家には3人の子供がいて、真ん中の娘が10歳の誕生日を迎えました。その娘、先天性の心疾患、生まれた時はアルプスの少女ハイジに出てくるクララのような子なんだろうなと思いながら育ててきたんですが、メンタルが半端なく強い、超ポジティブ人間、うん、例えば娘が7歳の時の話、2つ上のお兄ちゃんがいちご大福を食べてて半分食べたところで、ちょっと待ってと食事を止める娘、あっちゃんよかったね、これいちごが入ってるよ、当たりやんまた最近の話では、社会科見学のしおりを作っていた時のこと、紙を2つ折りにしてホッチキスで止めて作るしおり、そのしおりを止めるホッチキスの場所を間違えて逆に止めてしまって、友達にそれ違うよと指摘されたら、パラパラっとページをめくりながら、やったページが増えた鋼のような心臓をお持ちのようで、多くの人に娘のメンタルの強さに驚いてよく言われる言葉、
メンタルの弱い私はこれまで何度も娘に助けてもらいました。心疾患の娘に私が助けてもらうなんて10年前は全く予想していませんでした。あっという間の10年で、あと残り半分の10年で成人します。その10年の間にまた手術があると思います。今まで娘に助けてもらって、そしてこれからもまた助けてもらうことがたびたびあると思う私ですが、これからは病気に悩んでいる人の支えになってもらいたいなと思っているところ、今日のこの日がこんな風に迎えられたこと、誕生日にいただいたんです。ああ、そうなんですね。10年前のあの日には全く想像できませんでした。これまで支えてくれた人や携わってくれた人、多くの人たちに感謝です。ありがとうございます。そして私に多くのことを教えてくれた娘、コノちゃん、本当にありがとう。10歳の誕生日おめでとう。おめでとうございます。さあ、どれが良かったでしょう。うわー、どれもいいですね。選べない。ねえ、どっちにするかな、このちゃんの方がいいか、この2歳の娘さんの方がいいか。そうだな、じゃあ文字数で2歳の娘さんのあ、この小学校ので、このちゃんには、はい、誕生日プレゼントで、はい、今日いちごジャム、はい、そうですね、プレゼントすることにしましょう、はい、対象決定。おめでとうございます。表彰状、こちらお名前が、あめぐみさんかな。めぐみ殿、あなたの家族はこの度その面白さが認められ、 FM 福岡モーニングジャムおもろいくつく大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかなかきし、日本と世界の平和に貢献してください。2020年2月7日、 FM 福岡モーニングジャムおもろいくつく委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、オアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグをセットにしてプレゼントです。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ。お楽しみに。